皆さん、明けまして、おめでとうございます。第3回の3回目にかけた事故で、本当手放しには喜べないような状況なんですけども、まあ、我々、平凡な日常にね、感謝して、怒らず、まあ、調子に乗らず、いい年に、ね、なればいいなというふうに思います。今年は辰年でございます。辰といえば龍ですね。昔あるところに魔法の龍が住んでおりました。
をお送りしましたけれども、あの暮れにですね、暮れって言っても10日ほど前なんですけれども、新宿のルミネっていう、まあ、割と若者が集まるところでこの PPM の懐かしいパフがかかってて、もう私たちも大学の時やってたんですけれども、今日もう一人のメンバーが来てくれたんですけど、はい、そんなことだったら入ってもらったらよかったんですけど、ね、はい、そこにおられるあの前田君です、一緒のメンバーでした、はい、大学の時に PPM やってました。で、嬉しくなって急遽今日、セットリストに入れさせていただきました。で、私がこの曲を初めて歌ったのは中学校3年の時に、あのギターを始めた男の子たちとバンドらしきものを組んで、それで文化祭でね歌ったんですけれども、それがなんと50年前という半世紀前、はい、半世紀、もうなんか半世紀経ってこんな素晴らしいライブハウスで一緒に歌ってくれる人がいて、こんなにたくさん聴いてくださる方がいて、本当に幸せだなと思って、はい、感謝しております。ありがとうございます。今日は私が50年前から一緒にやっていたテニス部の仲間も来てくれてありがとうございます。いつも応援していただいてありがとうございます。そんなこんなで、という間に月日が流れるんですけれども、今年もまたすぐに桜の時期を迎えてしまうのかなと思いまして、次の曲は、桜色ワンコロ。
していただくんですが、この後は全部バンドという形で豪華な、はい、素晴らしい、バンドを教えてもらいますので、我々もこの後ね、バックついてもらって最後に、バンドという形でまたお目にかかるんですけれども、最後までよければ楽しみにしてください。次はオリジナルです。お手元にね、黄色やったり白やったり、オリジナル歌詞シートみたいなのがあると思います。この我々ラムと最後の英語のラムで、オリジナルをやりますのでね、一応ね、みんな知らんから、はい、どんなことを歌っとんねんということをね、書いてみました。もし書いてあるのと違うことを歌ったら、それは印刷ミスということで、見逃していただければありがたいと思います。それではオリジナルでお話しようという大人のラブソングですかね。初めてフーニーがラブソングを書いたので初のラブソング。それは大丈夫でしょう。おわし。Yeah.
クリスマスの約束というね、小田和正さんの番組で、そうそう、この松崎奈緒さん出られてね、そう、私も、こんな人なんだと思った記憶があって、それで、そうそう、その雰囲気をちょっとカバーパクりましてね、まあ、ラム風にちょっとアレンジしてやってみたいと思います。皆さん聞いたことあるかと思います。川べりの家。Thank you.
先ほどからお客様、真ん中あたりはチーム時代屋さんがすごい、たくさんいっぱい時代屋さん、時代屋さん手挙げて時代屋のママさん、ギディさんです。なんかオープニングからこんないっぱいってすごい久しぶりっていうか、なんかみさん、茨城の時代屋さんへ行ってください。なんか場所変わっただけみたいな。はい、それではですね、最後に本当ね、今日オープニングからこんだけの人がいてるって初めてなんですけれども、我々がね、皆さんが思っている以上に我々、皆さんのことが大好きで、大切にしてますよいう歌を歌って最後終わりたいと思います。ラムでございました。ありがとうございました。よければ手拍子。ワン、ツー、ワン、ツー。Yeah.
ありがとうございました。